三本栃木県立カラス山、中学校1941年表紙と、想定箱想定箱に、草の先生による像の文字が記されている。川又秀夫から1924年は、栃木県那須カラス山市出身の医師、教育者。1856年4月下屋国カラス山藩に、生まれる。14歳の時、カラス山藩学校に入門。横浜の高島学校。 中文館を経て、東京英語学校に入学。帝国大学医学部別科、東愛学校を経て1880年、東京府医学開業試験に合格し、教理にて開業する。カラス山町長議会議員、カラス山町長を歴任する。医師として、万民公平の観点から、貧困者の積極的治療を行うかたわら、地域教育の重要性を真摯に考え、 県立中学校の設立を栃木県に請願するも却下されてしまう。その後、資材を投じて市立カラス山学館を設立。墓所は那須カラス山市にある新温州一条院。政居の際には、その徳をしたう学徒が棺を交代で担ぎしをいたんだという。栃木県立カラス山高等学校には、 死の名を冠した川又賞があり、同行の最も栄誉ある表彰となっている。ありがとうございます。